虫眼鏡やめろ、そんな自分の顔に落書きをするのは。うわぁ、俺は自分の顔に落書きしてやる。うわぁ。おいしょ、おれ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 。よくないよくないよくないぞ、これは。よくない。おりゃー。はい、ということなんですよ。はい。汚しと片付け、これは基本的に片付けの方が優位でございます。片付けの方は相手が汚したのを見てそれに対策できるから、まあ後出しの方が優位だよねっていうことが言いたいんだろ。ちげえな、あれはほんとしたのこの世の大体のものは高校の方が優位ということでね。それさっき俺が言ったやつやん。ん、マニバグってんだよお前違うって言ったじゃねえかよさっき。おい、それ関根さんじゃないか。つまり汚し VS 片付けで、片付けが絶対に勝てると思っているので、それを証明していきたいと思います。しかしこの対決短時間だと片付けの方がなんとなく不利な気がするので、汚し1人片付け2人、この配分でやってみたいと思います。何でも片付けると踏んでますので、より本気度を増すために今回の決戦の舞台、我が BMW で行いたいと思います。あー、なんでなんだー。なんか後からお前が汚したんだろうとか言わねてよ。いや、もう勝負なんでこれは。残したら勝ち、残さなかったら勝ち。じゃあ、おのおの汚し準備、片付け準備をして決戦の舞台に向かいましょう。はい、あ、レッツスタート。飛んでないでしょー、やっと着いた。いや、飛んでないんだよ、さっきさっき飛んでないから。あれ、そうですっけ。早速、汚し片付け場にやってまいりました。はい、誘われんのじゃ、考えてんの同じ時間でやると平等じゃないかなと感覚で思うので、汚しが10分、片付けが30分、何の基準もありませんが感覚で平等感出してますんで、うん、皆さんの異論がなければこれでいきます。平等、よし、やっていきましょう。多分みんなが思いつくような汚し方しかなかったんだけど、できる限り汚していきたいと思うんで、はい、よろしくお願いします。はい、いきます。3秒前。トゥ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 えトゥトゥトゥ始まってんな、これ。車がまず汚ねえから一回きれいにするっていう逆行作業があるんだよな。なんと実はこれすごい大事なんだな、これは。次はこっちだ。ドアのところにペンで書いてやるよ、ラスラスな。YouTuber in the car って書いてやるよ。うわ、東海オンエア6人組だから6人全員の名前も書いてやるよ。何おぉ、僕のサインも入れてやるよ。そしてケッチャのサインも入れしといてやるよ。おい、窓ガラスにも書いてやれ。お前どっちなんだ。窓ガラスにもサインも書いてやるよ。よし、次だ。えい、ここもまずは綺麗にしてくれるわ。ここは戯れというか、ただの時間稼ぎのポジションだ。指さしてっていうシールを貼ってくれるわ。何、俺それこそ横に貼れや。俺はな、100均で買ったからな、ペリって剥がれずに多分ビーってなるからな。クオリティが低いことを逆に利用してやるよ。うわぁ、あぁ、瞬間接着剤でこの X っていう文字を縦に重ねつけてやるよ。全然くっつかないぜ。王将を貼っつけてやる。王将が貼られたー。おい、なんだそれは。太陽の光に首をフルフルするキノコだ。あれか、置いといてやる、ね、おい、大学生の女の子フロントに置くやつじゃないかそれは。お前、親指しか残ってねえじゃないか。ケイちゃん、オレンジ大好きだからな。嘘だろ、お前何やるつもりだ。ああ嘘だろ。鉄矢って書いてある上に。残り時間をゆっくりここ塗装してやるよ。ああ、これはな、普通のスプレーじゃなくてな、車を塗るためのスプレーだから、ちょっと普通のスプレーとは違う。まんじな、思うぜ。エンさんが。まあいいんじゃないでしょうか。うん、これで終了。お前なかなかすげえことしてくれたな。なかなかすごいぞこれは。ただな、これを見てる少年たちはペンキを自分で落とすものを買ったことがないかもしれんが、ペンキってのは意外と落ちるんだぜってところを見せてやる。ああ、なんだと。俺らお掃除隊、あ、レッツスタート。お掃除隊ダサい。お掃除隊よーいスタート。いけー。このキュキュットを使って横をキュキュッと洗い流してやる。よっしゃ。おお、嘘だろ嘘だろ。無力もいいところ。ダメだ、やめよう。やめよう。キュキュッとダメ。見ろ、いけ。超強力洗剤パーツクリーナー、いけー。おおおおおお、すごい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 。そんなもんじゃい。おお、なんてこったい。すごい、おらー、すごい威力だ。やられたぜ。お次、こちらラベル剥がし雷神、こいつを使ってこのゴミみてえなファンサービスのやつを剥がしてやるぜ。さあどうだ。全部かけて、おい、何、なんていうパワーだ。もうバカみたいにシールしっかり剥がして。おい、これはお前が貼ったやつ。お前すぎだ。おお、これは気分で社長のステッカーではないか。これであとやばいな、このフロントのスプレーと上のペンキだけだ。まずはペンキからいくぞ。こちらの超強力塗料剥がし、さあ塗っていくぜ。バカめ、そのペンキを伸ばしているだけだということを忘れるなよ。しまった、これもしかして俺らがペンキを塗り広げている。なんだと。こうなったら、おい、なんだその機械は。おら、ケルヒャーの高圧洗濯機。お前それずるいぞ。いくらしたんだそれ。よっばった、
おいずるいぞ、僕は全部で5000円以内に収めたというのに、そう簡単に綺麗になると思うなよ。うおー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 、なにすごいぞ。ちょっと待って、おお横がペンキまみれに。瞬間接着剤、あー X キノコ耐えてる、あーキノコ、おりゃーやばい、哲也のお母さんが帰ってきたぞ。嘘だろ、すっとんきょうの顔しているぜ。よし、ペンキはあらかた片付いたぜ。あとやばいな、こいつだな。おりゃ、俺らの最終兵器、ラッカー薄め液、ぬぬ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 ん、よいしょー、すごい、お、すごい、すごっ、マジこれ、擦れ、おお、マジこれ、なに、すごすぎない、そんなに、お前らラッカー薄め液を吸いすぎて歯がボロボロになっちまえ。うえー、ちょっと歯がボロボロになってきた。うえー、今日は当日だからな。かぼちゃの煮物でも食べて栄養をしっかりとればいいさ。うるせえな。終了、お掃除終了だぜ。ちょっと一個ずつ見ていくか。ああ、この辺に書いた YouTuber インザカー、これはもう跡形もなくなっているな。完璧に綺麗にしてやったぜ、うん、お前らに1ポイント。え、急に。だがな、身長が高いくせに目ん玉は熱いじゃないのな。なんだと、ここにある哲也のサインを見落としているんじゃないか。なんだと、へちゃむくれのサインが残っている。簡単なことは後回していいや、明日やろうはバカ野郎の精神なんだ、このヤマピーが。えい、そして後ろだ、ここはな、完全に落としてたとは言えないな。100円がゆえのものだな、畜生め。そして上のペンキ、逆にこう水で散らしてあちこちに飛ばさせてめんどくせえってさせようっていう作戦だったんですけど、思ってたよりは綺麗にされちゃったかなっていう感じですね、うん、これスプレーに至ってはラッカー薄め液の威力が絶大すぎたということで、なんとこの綺麗さでござる。前よりも綺麗になってると言えるな、これは。つまり、参りました、やったー。その辺に売ってるものは売ってるもので片付けれるから安心してくださいということだ。はい、まさか哲也が掃除得意だったとは思わんかったな。一掃するのは得意ということだな。ということで最後に一掃しなければならんものがある。こいつなんか平気な顔でいるが一体どうなっているんだ。サチヨメ、む、強いな、おい、いやこれはいいぞ、このままでも。これは強いな、強い、いいステッカーだ。汚しよりも掃除よりもサチヨが強え。なんだよ、結局俺が最強か。